デューサー。ああ、いえ。確かに僕らしくないかな。気合い、ありがとうございます、プロデューサー。別に何かあったってわけじゃないんです。ただ、ファンレターが。それはそうなんですけど、でも違うんです。だってどれもかっこいいとか頼りがいがあるとかそんなのばっかりなんですよ。おまけにほらこれ見てください。誠兄さんって呼んでいいですか。ですよ。いつぐらい女の子らしいみたいなのがあってもいいじゃないですか。なのにいつも。笑いましたね。ひどいですよプロデューサー。はあ、でも誠兄さんだなんていくら男みたいな名前だからってひどすぎるよ。プロデューサー、これ以上笑うなら僕にも考えがありますよ。うん、こりゃプロデューサーから見ればただ面白いだけかもしれないですけど、でも僕こう見えても結構傷ついてるんですよ。女の子たちから言われるのは別に気にならなかったんですけど、男の人にまでこんな風に言われるのってちょっとショックだなって。それしかないですよね。辛いけど、でもどんなに辛くても諦めることだけは僕しないつもりです。